一般高校生です今話題の NFT はその技術がもたらす利便性ばかり注目されていますが僕は NFT のような仕組みがインフラとして浸透した場合相互監視社会のような世界が構成されると思います今 NFT を持ち上げている人は NFT が持つ論理的危険性まで考慮していると思いますがいや考慮してないと思います NFT は今投機性が目注目されてるんですよ結局その NFT ってねそのコレクションをしたいからそのアートに対してすごいその芸術的な、ね、感銘を受けたから買ってるっていうよりは値上がりして転売しようっていうような投機的な目論が強いと思うんでそういう人たちは、えー、論理的な危険性とかは全く考えてないと思います要は単 順にお金が儲かればいいってい人たちの集まりなんですよだから今どん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 値上がりしてバブルになってるんですよね。で NFT 自体が今後どうなるかわからないですけどもしかしたらすごいこのまま上,るあの上昇するあのバブルが弾けないかもしれないし今のそもそも今バブルかどうかわかんないんですよね。もしかしたら今はバブルかもしれない。それって誰もわかんないんですよ。 僕もそれは答えを持ってるわけじゃないんです。ただ、えー、今の、ね、実績のない、ね、クリエイターさんの NFT が何十万円、何位差、まあ、1位差、2位差とか、ね、結構あ、まあ、高いものは1一とか取引されてますけど、それぐらいの値段で取引されてるようなものは客観的に見,に見たらバブルだなって思っちゃいます。ただ、それ自体が、えー、固定概念なのかもしれないですよ。今今ままでで NFT がなかかったから今までの,その 既存の、ね、価値観ではバブルって僕が思ってるだけかもしれないし、えー、未来的な価値観だったらそんなバブルでも何でもないまず序章に過ぎないかもしれないそれは分かんないですよねだから何に貼るかだろうなと思ってますはいということで、えー、頑張って更新するんで皆さんチャンネル登録と高評価お願いしますお通じる